消費者庁、霊感商法の問題について考える会議を開く。霊感商法は人に心配なことを言ってとても高いものを買わせることです。消費者庁は29日、霊感商法などの問題について専門家が考える会議を初めて開きました。先月、安倍元総理大臣が撃たれた事件で山上容疑者が逮捕されました。警察によると山上容疑者は母親がたくさんお金を寄付した旧統一教会を恨んでいた。安倍元総理大臣は教会と関係が近いと思ったと話していました。旧統一教会は2015年に名前を変えて今は世界平和統一家庭連合協会という名前です。消費者庁によると霊感商法などの相談は毎年1200件から1500件くらいあります。消費者庁の河野大臣は霊感商法についての法律ができてからは寄付などに変わったという話があります。被害を止める方法などを考えたいですと話しと言いました。この会議は毎週開く予定です。はい、難しいね。とても重要なのはこの単語ですよ。霊感商法。はい、霊感商法何ですか？一番最初に説明があったけど分かったかな。はい、ちょっと書きましょう。今日のテーマ、霊感商法。どうしてこれがトピックになるんですか？はい、これが安倍首相が撃たれた理由だからですね。どうして安倍さん亡くなったんですか？この霊感商法が関係してるよ。はい、霊感商法は何ですか？はい、高いものを買わせることです。はい、高いものを買わせること。はい、買う。はい、リンゴ買います、水を買います、コーヒーを買います。はい、じゃあ買うじゃなくて買わせるは何ですか？買う、買わせる。はい、口座って言うですね。買う、口座って言う、買わせる。はい、口座って言う、どんな風に作りますか？まずね、ないを作ります。はい、買う、買わせる。例えば食べる、食べない。はい、それからね、ルをドロップして食べさせる。はい、買うはねちょっと違う、買わないになるからね。そしてないをドロップしてせる。例えば飲むはどうなる？飲む、飲むはないを作って飲まない、飲まない。はい、飲ませるですね。はい、というふうにコーザティブを作ることになります。はい、あいちさんこんにちは。そうですよ、素晴らしいです。飲ませる。じゃあもう一つ逆こうかな。合うは、合う、合う、合わない。そうね、合わせる、よくできた。はい、はい、じゃあね、この、買わせること、つまり口座って言うでしょ。本当は買わなくていいのに、はあ、買っちゃった。はい、買わされた。はい、自分が買ったんじゃなくて買わされた。口座って言う、そうやって物を売ることダメですよと言ってます。特にね、この買わせる、単純に買わせるだけじゃないの。どんな風に買わせますか？はい、ああ、これあなたのこれ心配でしょ、これ良くないです、心配だよ、心配だよねということ、これが霊感商法です。はい、どんな心配を言うんですか？あのね、霊でしょ、スピリット、つまり
あなたのスピリットが良くないよとかね、あなたの例えば死んだ家族のスピリットが良くないよとかね、はい、見えないこと、心配してしまうことを言うんですね。はい、それも、問題、はい、消費者庁というのは、はい、消費者、はい、つまり買う人のためのサービス、はい、のデパートメントね、はい、庁、はい、消費者庁は、会議を開いたの、はい、会議開くと言います。はい、開くってよくドアを開くと言いますね。はい、開く、他に何を開くんでしょうか。開くはね、会議を開く、それから大会を開く、コンペティションね、それから何かな、開く、そんなもんかな。はい、開くじゃなくてね、開くだよ。はい、会議を開く、大会を開く、コンテストを開く、はい、開く、はい、と言いますね。はい、to be held。 はい、 OK。 じゃあ続きを読みましょうか。はい、で会議を開いた理由だね。はい、ここに書いてある先月というところ、はい、先月安倍元総理大臣が撃たれた事件があったね。はい、撃たれた事件、はい、撃つ shoot、 はい、撃つ passive、 撃たれる、はい、安倍元総理大臣が撃たれた事件、はい、大きい事件ね、インシデント。はい、で山上容疑者という人が捕まりました。はい、で警察の情報です。警察によると山上容疑者は何々と話していました。はい、どんなことを話したの。山上容疑者はね、母親がたくさんお金を寄付した旧統一教会を恨んでいた、はい、恨んでいる、すごく怒ることね、すごく怒るし、その人のことがすごい悪いと思うことね、うん、憎いとかね、はい、言いますよ。はい、だからこの教会がお金を、うちのお金を取ったと思ったの。寄付は何ですか。ドネーションです。はい、自分の心からあげたいと思うことでしょ。でもどうやってお金を取ったんですか。あなたのそれ心配ですよね。ああ、これを買ったら解決します。はい、これを持ってた方がいい、これを持ってないと危ないよ、心配だよ。はい、お母さんにいろんなこと言ったんだね。はい、だからこれをあげるからお金をください。はい、でそれをしてた教会が旧統一教会という教会ね。でじゃあどうして安倍元総理大臣撃たれたの。安倍元総理大臣はね、実はこの教会の人と仲が良かったんだよ。はい、関係が近いと思った、いい仲を良くしてると思った。はい、いいですか。総理大臣のような力がある人が仲良くすると良くないですね。あ、総理大臣のお友達ですか、じゃあ私も仲良くします。みんない
いい人たちだと思うでしょ。だから教会のためにね、安倍元総理大臣が教会の名前を良くしてる、それに怒ったんだね。はい、ちなみにこの旧統一教会というのはもう今はないです。名前が変わりましたよ。今こういう長い名前になっています。もう読みません。はい、ちなみに日本ではこの名前を変えたのもね、実はこの教会の人たちの仲良くしてる政治家がね、フェイバーをね、聞かせたと言われてます。はい、次。消費者庁によると霊感商法などの相談は毎年1200件から1500件ぐらいあります。毎年たくさんの人が困ってるのね。はい、
消費者庁の一番偉い人、河野さんが言いました。鍵括弧と言いました。何を言いましたか？はい。霊感商法についての法律ができました。はい。それからね、何かを売るんじゃなくて、寄付しなさい。寄付しなさいとしないと心配だよ。大変なことになるよと心配を煽るのね。はい。煽ると言います。心配させるんですね。はい。寄付してください。だからお母さんは寄付した。だから私は安倍元総理大臣を撃ちました。ということね。はい。だから大臣は被害を止める方法を考えたいと言っています。考えたいです。つまりこれから考えるんですね。だから会議は毎週開く予定です。はい。毎週会議をしますよ。というのが今日の記事でした。